はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけれども、先ほどに引き続きましてですね、12月26日から来ている J リーグの FP のレベマ紹介やっていきたいと思います。昨日ですね、 J1 リーグやっていきましたので、本日は J2 リーグの方をやっていきたいと思います。先ほどですね、牛の浜選手までの11選手やりましたので、後編は黒川選手以降の11選手紹介していきたいと思います。では早速いきましょう。どうぞ。まずは水戸ホーリーホークの方からはですね、黒川選手が選ばれたという形になっております。で、21歳ということで、レベルもですね、かなり上がるんですけども、レベルは乗るしかなり高いですよね。まずボールコントロール、ドリブル、ボールキープの部分が89、94、91、特にドリブルとボールキープは90台前の下という形になっております。で、そしてパス系ですね、84、86でパスもね、しっかりつなげる選手かなと思いますし、まあただセカンドトップの選手で、オフェンスセンス決定力の部分が82、81なので、ここら辺も少しあればなというところかなと思います。で、スピード瞬発は87、89でかなりね、足の速い選手になってくるかなと思いますね。で、逆足が3と3で、コンワン4、怪我耐性1ということで、レベマ総合値は90ということで、いわゆる雷クルトンまでいったという形になっております。で、スキルはですね、ダブルタッチ、軸足当て、ワンシュースルーパスにチェイシングが追加ということで、まあ、ダブルタッチだったり、ワンシュースルーパス、ここら辺のスキルかなり有能ですよね。で、プレイスタイルはチャンスメーカーということで、セカンドトップに加えて、右サイドハーフ、そして、センターフォワード、右ウィング、OMF、左サイドハーフが推定性ということで、かなりユーティリティな選手かなと思います。続きまして、大宮アルディージャの方からは大前選手ということで、またセカンドトップの選手なんですけれども、この選手は30歳ということで、あまりね、能力値は上がっていないんですが、かなり強い能力値もありますので紹介させていただきたいかなと思いますけども、まずボルコンドリブル、ボールキープの部分89、87、81で、ここら辺かなり高いですよね。特にボールコントロール、ドリブルはね、80代後半までしっかりあるので、ドリブルもある程度しやすい選手かなってくるかなと思います。で、カーブが85ということで、スキルにもコントロールカーブ持ってますので、ミドルからの効果というところも狙っていけるかなと思います。スピード瞬発は79、81で、ジャンプ77、フィジカルコンタクト82ということで、ここですね、逆足が4と4ということで、左足でもしっかり決めれるかなという印象ですね。ただ唯一コンワン3ということで、コンワン4は欲しかったかなというところですね。怪我対戦2ということで、レベム総合値は88でプラス7、スキルですけども、コントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチシュートにピンポイントクロスが追加ということで、まあどのスキル取ってもかなり有能なもの持ってますよね。あとはですね、パス系のね、スキルは欲しかったかなというところかなと思います。プレイスタイルはチャンスメーカーということですね。で、続きまして、栃木 SC の方からはヘニキ選手ということで、DMF の選手なんですけども、個人的にかなり強い能力値持ってるかなと思います。まず、ヘディング86だったり、ジャンプ96、フィジカルコンタクト94ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値かなり高いですよね。スピード瞬発は83、76ということなんですが、瞬発力がね、80台前に乗せればというところだったんじゃないかなと思いますが、あとはね、ディフェンスセンス80、ボールダッシュ84、アグレッシブネス92ということで、まあ、J2 スカットだったらね、かなり止められる印象あるんじゃないかなと思いますけれども、コンワン5というところも一つ評価できる部分かなと思います。で、総合値は87でプラス8ですね。スキルはヘッダーマンマークインターセプトにワンタッチシュートが追加ということで、まあヘッダーマンマークインターセプト、ここら辺のね、スキルはかなり有能なものを持っているかなと思います。で、適正ポジションもかなりひどいですね。真ん中だったらどこでもいけるというようなね、印象なんですけども、センターフォワード OMF、CMF が薄い適正で、 DMF とセンターバックが濃い適正ということになっております。続きまして、徳島ボルティスの方からはヨルディ・バイス選手ということで、まあ、プレイオフラストのね、ところはかなり惜しかったんじゃないかなと思いますが、来シーズンに期待かなというチームなんじゃないかなと思いますね。まあ、センターバックの選手なんですけども、パス系が85、88でかなり高いので、ビルドアップの部分でもかなり貢献できるかなという印象ですね。特にフライパスが7つ上がって88っていうところはかなり評価できる部分かなと思います。あとはヘディング85だったり、キック力が88、ジャンプ85、フィジカルコンタクト90ということで、ここでのフィジカル系の能力はかなり高いものを持ってますよね。で、あとはディフェンスセンス84、ボールダッシュ81、アグレッシブネス82ということで、まあセンターバックの選手なので、もう少しね、欲しかったんじゃないかなという印象なんですが、まあでも十分なものを持ってるかなと思います。で、コンワン4ということで、レベマ総合値は86ですね。スキルはヘッダー、ミドルシュート、キャプテンシー、闘争心の4つで、追加スキルはありませんでした。で、プレイスタイルはオーバーラップということで、薄い適正に DMF いけるっていうところも一つ評価できる部分なんじゃないかなと思います。
続きまして、ヴェルディの方からはですね、小池選手ということで、右サイドハーフの選手なんですけども、この選手はまずボールコントロール、ドリブル、ボールキープの部分がかなり高いので、ある程度ドリブルしやすい選手かなと思います。で、フライパスが83ということで、フライパスがかなり高いですよね。で、決定力がサイドハーフの選手で86もあるので、ここら辺はかなり決めてくれるかなという印象ですね。で、さらに一番上型のオルシが決定力でプラス9ということになっております。スピード瞬発もかなり高くて、91、84なので、サイドを駆け上がれたらね、ちょっと手のつけられない選手かなと思いますが、あとはキック力81だったり、ジャンプ83、フィジカルコンタクト80、ここら辺のフィジカル系能力はしっかり80台前に乗せましたね。で、コンワン5ということで、逆足が3というところもかなり評価できる部分かなと思います。で、レベルは総合値は86ということで、スキルはシザーズ、ルーレットにワンタッシュートが追加ということになっておりますし、あとはこの選手はですね、適正ポジションがかなり広いというところがかなりいいところかなと思います。サイドだったらどこでもいけるという形になっておりまして、サイドハーフが濃い適正で、サイドバックもいけるというところがかなり評価できる部分ですよね。続きまして、ビファーレン長崎の方からは玉田選手ということで、まあ、この選手もセカンドトップの選手なんですけども、ここですね、オフェンスセンス決定力が82、80ということで、かなり能力値自体は上がってるんですけども、もう少しあればなというところかなと思います。ただですね、オフェンスセンスがプラス11で2桁上がってますね。ボルコンドリブル、ボールキープが86、83、84。ここら辺はかなり足元の技術はしっかりあるかなと思います。スピード瞬発は81、81ということで、ここら辺のね、足の速い選手になってくるかなと思いますし、あとはボディコントロール79、スタミナ76、ということで、コンワン5ですね。まあ、コンワン5というところはかなり評価できる部分かなと思いますね。で、レベマ総合値は84でプラス12ということで、かなり上がってますね。で、スキルはシザーズダブルタッチ、時空ラターン、コンカ、ライジングシュート、アウトスピンキックにワンタッチシュートが追加ということで、この中で言うと、ダブルタッチだったり、コントロールカーブ、アウトスピンキック、ワンタッチシュートは、ここら辺のスキルかなり有能なものを持ってるかなと思います。で、プレイスタイルはインサイドレシーバーですね。で、続きまして、ファジアーノ岡山の方からはイオンデ選手ですね。この選手もセンターフォワードの選手なんですけども、まずオフェンスセンス決定力の部分が83、88ということで、特に決定力がプラス7で88で80代後半までしっかり乗せたという形になっております。あとはヘディング87だったり、ジャンプ88、フィジカルコンタクト89、ここら辺のフィジカル系能力がかなり高いですよね。で、フィジカル系だけではなく、スピード瞬発も88、86ということで、フィジカル系プラス足の速さを持っている選手かなと思います。で、スタミナ86ということで、逆足4もあるので、左足でも決めれる選手かなと思いますね。で、コンワン4ということで、スキルはヘッダー、アクロバティックシュート、ワンシューチェイシングに PK キッカーが追加ということで、まあ、ワンダシュートだったり、ヘッダー持ちっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。で、プレイスタイルはダイブレイカーということになっておりますね。続きまして、福岡の方からは松田選手ということで、この選手もサイドハーフの選手でかなり足の速い選手かなと思いますけれども、まずボールコントロール、ドリブル、ボールキープの部分がですね、しっかりありますので、ドリブルしやすい選手かなと思いますし、パス研磨80、79でパスもしっかりつなげれる選手ですよね。で、決定力81ということで、ヘディング87だったり、下のジャンプ88、フィジカルコントロール86ということで、フィジカル系能力もしっかりあるかなと思います。で、スピード瞬発も91、86ですよね。ここら辺のスピード瞬発もしっかりありますので、かなり足の速い選手になってくるかなと思います。で、逆足が3でコンワン4、怪我耐性3ということで、レベマ総合値は86ですね。スキルはワンタッチシュート、チェイシング、闘争心にヘッダーとピンポイントクロスが追加。で、プレイスタイルはデコイランということで、まあ、ヘッダーだったりピンポイントクロス、ここらへんの追加スキルもかなり有能なものを持ってるかなと思います。続きまして、モンテリオ山形の方からは中村選手ですね。で、この選手も CMF の選手なんですけれども、ご覧の通りですね、まずボールコントロール、ドリブル、ボールキープがしっかり80台前に乗せておりますので、ある程度ドリブルしやすい選手かなと思います。で、CMF の選手でパス系ですね、88、87ということで、中盤からね、しっかりパスもし、つなげれる選手かなと思います。ブレースキック、カーブが88、89、特にカーブがプラス9で89ということで、コントロールカーブというところもね、スキル持ってないんですけども、狙っていけるかなと思います。で、スタミナ91ということで、後半もしっかりやりますね。で、あとはディフェンス系の能力もしっかりあるかなと思います。で、後半4ということで、スキルはインターセプトのみだったんですが、コントロールループが追加ということで、適正ポジションは CMF と DMF は濃い適正、そしてプレイスタイルはボックスボックスということになっておりますね。で、続きまして、サガン鳥栖の方へ移籍が決まりました、小山選手ということで、本当にスピードドリブラーというね、イメージなんですけども、まずボールコントロール、ドリブル、ボールキープが85、84、80、ここら辺のドリブル系の能力者はしっかりありますよね。で、パス系も85、83ということで、しっかりパスもつなげれる選手かなと思います。そして決定力の部分ですね、4つ上がって88ということで、決定力がね、ここまで高いサイドハーフの選手はなかなかいないと思いますが、決定力もしっかりあるかなと思います。で、スピード瞬発の部分で95、90ということで、
ということで、この足の速さは本当に脅威ですよね。で、逆足が4で、左足もしっかり使える選手かなと思いますし、後半4ということで、レベマ総合値は88ですね。で、スキルはダブルタッチ、コントロールループにワンタッチシュートが追加ということで、まあ、足元系でダブルタッチ持ってますし、シュート系でワンタッチシュート持っているっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。で、プレイスタイルはウィングストライカーということになっております。で、ラストはですね、柏レイソルに移籍が決まりました神谷選手ということで、この選手も22歳の若手ということで、かなりレベル上限も高くてですね、能力値も上がりますが、ボルコンドリブルボールキープの部分が88、92、89、この辺かなり高いですよね。で、中盤の選手ということでパス系もねかなり高いんですけども、85、86ということで、ここら辺もプラス5でしっかり上がったという形になっております。で、プレースキックカーブがもう88、86あるので、フリーキックも任せられるかなと思いますし、スピード順番の部分も88、89ということで、足の速い選手になってくるかなと思いますね。で、逆足が3と3で、後半4、怪我体制2ということで、で、レベマ総合値が91ということで、これはかなり高いですよね。スキルはシザーズ、ダブルタッチ、時空ラターン、足裏コントロール、スルーパスにドロップシュートが追加ということで、足元系でね、ダブルタッチだったり、ここら辺のスキルかなり有能ですし、スルーパス持ちっていうところもかなり評価できる部分かなと思います。で、プレイスタイルはチャンスメーカーということになっておりますね。ということで、本日はですね、黒川選手以降の11選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。前編の方にですね、前回の、11選手載せておりますので、そちらの動画もぜひご覧ください。ということで、本日の動画が良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では